せーの、スリルのヒロです。少年です。マヨです。音割れ半端ねー。今日の企画は山わさび塩ラーメン早食いやっていきたいと思います。初めてなんですけど、どういう味なんですか？どういう味なんですか？いや、これね、むせる。とにかくむせる。むせる。そう、わさびだからね。わさび、このむせるこの山わさび塩ラーメンを早食いでちょっと今日は対決しようかなと思います。ってこれいつお湯入れたんですか？10分前から。10分前ぐらい。やったら伸びてんじゃない、うん、すごい伸びてる。まあこのね、伸びた山わさび塩ラーメン早食いやっていくんですけど、まあ、ビリだった人に毎度恒例の罰ゲーム、罰ゲーム黒歴史発表してもらいたいと思います。イエーイ、イエーイなのかな。どぎついやつね。まあ、どぎついね。皆さんの過去を皆さんに知っていただこうと思います。はい、はい、やだな。それじゃあ食べていきたいと思います。画質いいだろ。一眼ですね。お手手を合わせてください。合わせねえとえらいことになるぜ。早食いだから早く来うぜ、はい、スタート。私、熱いのでこれ、ちょっと使いますね。はい、僕ラーメンあんま好きじゃありません。はい、一番簡単だと思います。ラーメンが好きじゃありません。ヤバおばさん、いや、匂いはそうでもない。なんか匂いおでんみたいじゃない。あ、やばい、あ、やばい、目痛い。ちなみに汁は？汁大丈夫？汁は飲まない。オッケー。一口も食ってないから。あ、はい、辛っ。ちょっと待って、おかしくなるか。最後プッてやばいやばいやばい。あー、涙が。え、なんかこれさ、あ、わかった。これスープとさ、一緒にあれじゃないかな。見づれな。普通の食事だよ。ごめんごめん、なんか入ってるもの違うんじゃない。ここにツーンってくる香る。ツーンと香るってあるんですけど、確かに匂いはありますけどね。辛さとかは全然ないですね。はい、やべ、やった。判定、俺の、あ、俺の見てじゃん、判定。目あるか。これ、これはなしじゃねえか。え、これはなしだろ。やだよ、これ。みんな見て、これ。
死ぬまで飲もうぜ。じゃあたらたらよし、ごちそうさまでした。成功の厚さいいわ。無の境地。集中してます。目つぶって集中してます。で、私判定入りますよ。終わったらこう言ってください。ちょっと待って。今出てる出てる出てる変な。ちょっとこっちの音が聞こえたよ今。ちょっと聞こえたよこっちの。なかった。ああやばい。ああいやちょっと野菜の。うるせえな。もういや大事よ野菜大事よ。いやオッケーですね。おかしくない。おかしくない。おい、いやほら待って、ほら綺麗ですよね。ほら判定判定判定。ほらあ白飛びしてる。これ僕ね。これマヨね。マヨね。ちょっと一番多いよね。なんかダメだよ、しっかり食べないと。なるしゃー俺の勝ち。ボケほらビリは少年やで。いや100人じゃねえか。メロメイキメロメイキこんなデュエリストは嫌だ。はい、ということで完食しました。イエイ。ビリはねこいつなんで。よっしゃ、まあ、ねギリギリ俺の勝ちやね。まあね、おかしいだろって思う人はチャンネル登録してくれよ。必死かな。はい、じゃあ黒歴史発表したいと思います。生の方でちょっと黒歴史聞いていきたいと思います。はい、はい、高校2年生の時体育館裏でちょめちょめしたことがある。それのちょめちょめ男性ですか女性ですか。そっちそっちで。やっぱ視聴者さんは多分あなたのこと多分オカマだと思ってる方いると思うんですよ。オカマだもんね。男ですか女ですかその時は。その時はっていうかその時はっていうか、もうずーっと女ですね。ずーっと。ああ、ずっと。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 自分がと。ずっと。え、ちょっと。ずっと女。ずっと女。ずーっと女。そのちょめちょめした相手は年下ですか。同い年ですか。お、年上ですか。年下です。なん、あ、そっか。何個下ですか。一個下です。名前は。名前はおさんです。そう、あれ正解、そっちじゃない、うん、1個下のさ。はい、もう多分ほとんどモザイクばっかですね、これは。まだまだ少年の黒歴史が聞きたいよって方はチャンネル登録お願いします。いっぱいあるので、高評価もお願いします。他に気になることあったらコメントで教えてください。罰ゲーム募集しますのでお願いします。もう一回黒歴史やってやるかな。もう一回二人の聞きたいもんね、だってね。いや、大丈夫。聞きたいよね。まあ、聞きたいよって方もチャンネル登録お願いします。お願いします。コメントもしてくださいね。高評価もお願いします。じゃあ、バイバーイ。クソみてえな顔だ。